このラジオはポッドキャストでアップロードしているものを YouTube の方に転用したものになります。パーソナリティがにわか知識で語っているため、役者さんの名前や設定を間違ったまま語っていることも多々ありますが、広い心で許していただけると幸いです。それではどうぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気役部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第178回目のその2やります。イエーイ。はい、このラジオはですね、二次元の面白さを語り合い知っていくをテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、ということでパーソナリティの電磁気役です。どうもよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今週2本目枝番になっておりますけれども、まあ、そんなね、そんな長く喋るつもりはないんですけれども、見て聞いた聞いた、今回のテーマですね、劇帝国歌劇団新章の感想になります。いや、マジで聞いたいや、なんかね、一応トレーラーとかが出てたのはちょろっと聞いてたし、正直な話、私ゲームをあんましないんですよね。で、もう本当になんかね、おもろそうやなと、世の中話題になってんなと思って、デスストランディングを買ってはまだ1時間ぐらいしかやってないとか、そんなレベルなんですよ。本当にね、ゲームの優先順位があんまり高くないというか。まあ、ちょこちょこはやるんですけどね。でも、この桜大戦をやったことがなくて、私の中でアニメで知ってるぐらいなんですよね。で、まあ、なぜか三畑の元とかは知ってるぐらいで、まあ、玉川浩平先生が好きだっていうのもあるんですけれど。うん。なので、まあ、桜大戦やりますよって、ああ、またやんねんやぐらいの感じでね。ああ、あやねるやとか、なんか一新したんやぐらいしか見てなかったんですよ、正直。で、まあ、なんかこう、劇帝の新しいのが出て、で、まあ、なんか YouTube とか宣伝トレーラーが出てますよっていうのは知ってたんですけど、で、まあ、ちょろっと聞いて、ああ、ちょっと変わったんやな、ぐらいにしか思ってなかったんですけど、で、まあ、来たる11月27日、朝パッと起きたわけですよ。珍しく早く起きて。で、まあ、こう、ね、朝起きてね、忙しい社会人の朝ですよ。何をするわけでもなく Twitter を開くという、こう、クズの所業をしたんですけど、たまたまね、田中康平先生が、今日、劇帝新章が、発売されましたと。で、まあ、感想を、良ければくださいみたいな感じでツイートされたんですね。ああ、今日出たんやみたいな感じで。で、まあ、ちょろっとね、聞いて、まあ、良さげやし、全部聞くかと思ってこう、買って聞くわけですよ。いやー、素晴らしかったね。3分、4分ないんでしたっけ、これ。なんかすごい短いんですよね。でもね、内容が濃い。ねえ、もうびっくりしました。いや、マジ聞いて、みんな、ポチレポチレってどういう日本語だよって感じがしますけど。いやー、なんかね、すげーなーっていう、マジで、もう最初はなんかね、もうパーパラッパ、パーパラッパーってね、もうイエーイみたいな、なんかテンション上がって聞いてただけで、あれちょっと待てよみたいな感じでね、今日一日ずーっと聞いて、なんかもう、ちょっとね、重厚すぎて、音楽が、まあもちろんね、この何十年というこの帝国歌劇団のこのメロディーライン、このなんていうのかな、クラシカルな、クラシカルでいいのかな、でもかなり金管強いですよね。でもこの楽曲のパワー自体のパワーもそうですし、そうで、それなんだけど、ちょっと変えてるんですよね、メロディー、主旋律とか歌をね。で、やっぱりこう、昔のね、曲を知ってる人の時はね、キリサイターとか言いたいんですけど、ちょっと違うというね。でも、ああ、なんで違うんやろうって言うと、これが私たちの新たな帝国歌劇団って歌って終わるんですよね。なるほどみたいなね。素晴らしいっていうね。帝国歌劇団というのは続いてるんだけど、少しずつ変わりつつあるというね。いやー、で、またね、歌がすごいもうすごい、いやー、ちょっと、こういうのを聞かんとあかんなーって反省させられるような音楽でしたね。で、ただね、ツイッターでツイートもしましたけど、田中康平先生がね、もう結構前、もう4、5、6年ぐらい前、もっと前かな。
ウェブラジオにね、出られた頃に、こう、どういう風に音楽作られているかっていう話をされてたんですけれど、その時に語られてたのが、歌ってる役者さんたちが歌えるレベルの範囲で曲を作るのは簡単なんだけど、僕の場合、それよりちょっと上、一つ上のレベルに設定して歌ってもらうって言ってますね。そうすると、すごくいいものができるんだって。簡単に言うけどねっていう気がするんですけど。で、まあ、今回の曲ですわ。すげえ！すごい！本当に。いや、さ、あやねるってここまでできんねやぐらいの驚きでしたよ。いや、別にあやねるがダメだって言ってるんじゃないですよ。なんか、ほーみたいなね、聞きながら、あやねる？これ？っていうね。だから、この楽曲を聴くときは、本当その、各役者さんが、田中康平先生に設定されたできる範囲のちょっと上をやってるところを意識してもらうと、すごく面白く聞けますよ。あ、アヤネルはこういうところのレベルを求められたんだって。で、他にもね、僕、これ聞いてから、ちゃんと今回キャラ調べましたよ。出てる人。遅いよ、お前って感じなんですけど。で、内田真彩さんもそうだし、ね、山村響さんもそうだし、いや、私ね、山村響さん調べたんですけど、あんまり見てないんですよ、私、山村響さんが出られてる作品を。だから、あれ、山村響さんどんなやったっけ、すぐ出てこなかったんですけどね。最近だと小吹、飛行隊かなの方で出られたんで、あれか、みたいな感じでしたね。で、福原彩香さん、まあ、シブリンですよね。シブリンと、で、早見沙織さんで、早見沙織の一個上のレベルってどんなんやねんと思ったんですけど、聞けばわかる。マジかみたいな。確かにこれは一個上のレベルだわみたいな。確かにこういう歌い方、早見沙織ちょっとしてねえわみたいな。してるかもしれないですよ。私全部聞いてないからね。アルバムとかまあ聞きましたけど。でも、すごくパワーのある裏声で綺麗にしっかりと歌い上げるとかね、なんか見事でしたね。で、その高い声、ソプラノなのかな？そのパートが終わった後次に多分、ちょっとね、もういくら聞き込んでも分解できないんですよね、なかなか。ダメ絶対音感を完全に殺しに来てる感じがして。で、福原彩子さんとかが来て、で、また上がっての山村響さんとかな。何よりもそのさっき言ったあやねると、あとね、内田真彩さん。内田真彩さんは、びっくりしたね。いやー、マジで。最初聞いて、わーって聞いて、うわー、あやねるすげーなーとか、あーとかね。聞いてて、で、パッともう一回こう、出てるキャスター見るわけですよ。で、内田真彩って、内田真彩いたわみたいなね。おったっけ内田真彩あれつって。もう聞き返すわけですね。何度も何度も。これ内田真彩ってか、途中で気づいて。え、マジでみたいな。別に内田真彩さんバカにしてるわけじゃないんですけど、マジかーみたいなね。なんかね、びっくりした。あー。すげーなーみたいな。あー。ちょっとね、舐めてた内田真彩さんをと思って、本当に。本当ね、こう怒られるけど、びっくりして。おーみたいなね。思わず、だから、帰ってきて、思わずこう、っていうか、ホームページ見て、どのキャラやってんのと思って、このキャラか。で、なんかね、各キャラクターの、なんかそのミュージックビデオ、各のそれぞれのソロの曲の、ちょっとね、ショートフィルムがあって、あ、ちょ、アヤネルの見痩せてるな。まあ、内田真彩さんとか、山村響さんとか、福原彩香さんとか、ね、早見沙織さんとか見るわけですよ。で、まあ、ソロの聞くと、まあまあまあ、ああ、こうよねっていう感じなんですけど、劇的になった瞬間、もう、ねえ、帝国歌劇じゃんみたいなね。いやー、やっぱ歌劇なんだよね、やっぱり。なんかちょっと最近パヤパヤしたアニソン聞きすぎたかなって。パヤパヤしたアニソンってなんだよって。全然いいんですけどね。なんかやっぱり、ちょっと、頭一発ぶったたかれた感がありましたね。ただ帝国歌劇団を聞いたというよりは本当にやっぱ新章っていう感じがして、うわ、すげえって思って、この人たちってこんなポテンシャルあったんやって本当に思い知らされるぐらい、へーっていう感じでしたね。びっくりした。マジか。
もう聞きながらずっとマジかマジかとか言いながらね。いやーねー、違う、全然違う。一曲の間のそのピアノフォルテ、ピアノフォルテのこの音の上下と、音のね、大きさの上下とか、下の低音の音から高音の音までがすごい幅が広かったりとか、もう高音の音でも一発でパンって当てなきゃいけない、綺麗な歌声とか、もちろんね、コーラスかけてあったりとか、後でこう、修正とか調整はあるんでしょうけど、それでも求められるレベルって結構高くねこれっていう感じでして、すごいびっくりした。マジか。もう一日中ね、もう正直聞きながら仕事したんですけど、もうマジか、マジかとか言いながらね。いや、だからね、今ね、だから、ホームページ見てるんですけど、恐ろしいんですよ、今もう。なんか、ちょっともうほんとね、桜大戦でどんな作りだったかって、もう全然ゲームやったことないから分かんなかったんですけど、なんかアニメやつと敵と戦ったイメージがあったんですけど、なんか今回見てるとなんか、他の、なんか敵もいっぱいいるじゃないですか。他の敵もなんか主役級の強そうな感じがして、もう正直今、ムービーのページを見せて、聞くのが怖いんですよね。もうこの水木奈々さんのミュージックビデオ、エリスっていうキャラの。ねえ、だって、田中康平が設定する水木奈々ができる範囲のちょっと上ってどんなんだよ、みたいなね。いや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 みたいな、超怖えこれ。ちょっとそう、楽しみすぎて、ちょっと買おうかな、ゲーム。絶対やんないんだよな、買っても。時間がない。あー、で沼倉さんでしょ、で上坂すみさん、上坂すみさんなんか逆キャラっぽいけど失礼って。いやー、マジか。ちょっとね、劇的聞いたら他も全部聞きたくなった。やばい。いや、分かってたよ、田中康平先生だから素晴らしい楽曲が来るのは分かってたよ。分かってたけど、おーみたいな、なんかね、お前ら、これが音楽じゃーばーみたいな。すげーなー。すげーなーみたいな。いやー、ちょっとやられましたね。そうやね。これが桜大戦よねっていう感じがするし。いやー、なんかね、最初、アヤネルとか出るから、あー、結構こういうとこまで来たんやな、この人らと思ったけど、それ以上の驚きでしたね。マジか、お前みたいな。失礼。言葉が失礼って。ごめんなさい。本当に。アヤネルとかね。内田真彩さん、これみたいな。うーわ、早見沙織やりよったーみたいな。やりよったーのおかしいな。なんかすげーみたいなね。で、あーで、福原彩香さん来たーとかね。あー、これが山村響さんかーみたいな。思い知らされた感じがすごいしますね。やばい、ちょっとゲーム欲しくなりましたもん。本当に。絶対クリアできない。それくらいね、ほんとゲームやんなくなっちゃったんですよね。まあ、ちょこちょこ遊ぶのはゲームでもいいとは思ってるんですけどね。いやー、でもほんとね、これはね、いいよ。勉強になる。勉強、何の勉強やって言われたら難しいけど。なんかね、重厚感とか、聞かせ方、うまい、歌がうまいとはとかね、その音の強弱とか、たまに言う、私が楽譜が見えるって、まさに楽譜が見えるっていう感じがする。すごい素晴らしかった。本当に素晴らしかった。ね、250円ぐらいでしたっけ今、ちょっと iTunes 値段上がったはずなんですけど。250円で1日楽しませてもらいましたね。この楽曲。やばい。劇的やばい。新章だわ、これ。みたいな。まさに新章。新しい世代が歌う。劇帝国歌劇団。今までね、みんなが何十年でいいのかな、単位。何十年も何年も何十年も歌い繋いできた曲が今、新たにここにって。こんなの難しくて歌えねえって。そんな感じですよね。マジかーみたいな。ああ、こういうのができるんや、この人らは。すげえなーみたいな。改めて。声優さんね、最近の本当に
力のある声優さん方のパワーとか多彩さっていうのは思い知らされてますけど、これはマジでやられたっていう感じですね。田中康平が引き上げるとこんなポテンシャル出すんだぐらいの、ああ驚きの一曲でした。いやー、皆さんもぜひね聞いてみてください。これはすごい。はい、ということで、今週の第178回のその2、劇帝国歌劇団新章の電磁気役の感想でした。どうもありがとうございました。あー、ダメだ。そうそう、何のために俺はラジオやってるんだ。最後に宣伝させてください。私たちサークル波助団電磁気役部はですね、来たるコミックマーケット C97 で終わった、12月31日火曜日、西地区 B ブロック 0B に配置されました。ぜひとも皆様、いつもよりも面白い、ちょっと過激なこと言うかな、わかんないですけど、楽しいラジオをね、収録した CD を頒布いたしますので、ぜひぜひ、お越しいただければありがたいです。それでは今度こそ、パーソナリティは私、電磁気役でした。どうも、ありがとうございました。